小学校4年生イメージだよね。お父さんとしては食べさせていいんですよ。僕の子だったら骨取ってからやめろとか言って甘いも全部ダメだったじゃないですか。あ、そうですか。どうもこんにちは。こんにちは。はい、ガッキーさんですね。今ちょっと2人ツーリングしてるんですけども、うん、昔懐かしいお菓子とか食べたくないですか。お菓子、はい、こんな駄菓子、そう、駄菓子とかね、こう近代的なところで休憩させてもらってますけど、はいはい、たまには子供に帰ってみませんか。なんかいいとこして、はい、いいとこしてるんですよ。今回のね、視聴者コメントはニコさんですね。いつもありがとうございます。なんと昭和47年からやってる小学校の前にある駄菓子屋さん、うん、僕らの時代当たり前でしたよね、はいはい、文房具も含めて売ったりね、うん、はい、ちなみにガッキーさんに愛する娘さんがいますね。そうだね、はい、おいくつですか。今10歳ですね。10歳、小学校4年生、うん、ということはパパとしては駄菓子か、食べてもらっても大丈夫なんですか。まあまあ大丈夫ですね、うん、ほめたら僕がご馳走しますから、はいはい、娘さんの分と大きな大人、うん、ガッキーさん、うん、1人500円ずつで1000円分買っていいですから、一緒に買いに行きましょう。わかりました。はい、じゃあ今から出発したいと思います。開いてません。開いてない。ガキさん覚えてないですか、ここ。高槻長いのに、フミヤさん。フミヤさん。うん、なんか前は、この前の通りは何回か通った記憶あるけど。はい。駄菓子がまさか開いた。意識して見ることないから、ね。じゃあ、お子さんに500円。はい。で、ガキさんに500円。はいはい、合計1000円ね。はい。私がプレゼントしますから。あ、ありがとうございます。はい。可、は、愛、い、いの買ってくださいよ。オーバーしたら1円ごとに1万円払ってもらいますけど、ね、なんでやねんってそういうことですね、はい、子供に帰らんダメやからちゃんと計算しろよってことですよ。ああ、そういうこと。限られる、ね、資材の中で20円のせんべいを買ったじゃないですか。10円のチョコとかね、うん、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、わあ、ええ感じやな。バッチリやね。おお、コーラ買おうかな。第4日曜日と木曜日休みなんで今日空いてるわけですよ、はい、入ってくださいよ。アイス持ってるの。あ、懐かしい。あ、これは最新や。あ、アイスはまあどこでも最新ですね、うん、はい、じゃ行きましょう。マガジンとかね、懐かしいな。プテーン、セブンティーンか。セブンティーン、こんにちは。こんにちは。ハプロボーンあって久しぶりやな。
いいですよ、ガキさん、僕1000円ごちそうしますから。ああ好きなの食べてくださいよ。カゴがありますので。そう、小学校の4年生イメージですもんね。いやお父さんとしては食べさせていいんですね。僕らの頃なんか骨溶けるかやめろとか言って、甘いも全部ダメだったじゃないですか。あ、そうですか。あったと思うけどな。何を食べてんのかな。今の子供さんグミが好きです。グミ好きよね。間違いなく。グミこれもよく入れてます。これですね。ああ、グミエッグ、はい。そうなんや。忍者飯とか。何飯あ、忍者飯。あ、そうですか。忍者飯とかこういう。あ、兄貴忍者飯うまいですよ。はいはいはい。こういうのがよく出てます。はいはいはい。ちょガッキーポイントにちょっと僕。本当グミですね。スイカもこれもあります。ちょガッキー僕のこれ入れてください。はいはいはい。ビッグカツ懐かしい。ですね、鉄板ねるねるねる。開業昭和47年って伺ったんですけど、そうです。あ、やっぱり、はい、だいぶいろんな方があのファンがいらっしゃるみたいで、あ、で僕らもちょっと久しぶりに寄ろうかみたいな。そうなんですか。ここの卒業された方ではないんですか。ではないんですよ。そうなんです。仕事が高槻なんでよく、はい、来てはいるんです。皆さん来てくださいま。あ、やっぱりね、そうなん、やっぱそうなん。そう、昔は当たり前にありましたからね。どんぐりどんも泡玉はまだ10円ですよ。お、すげえ懐かしいな。もうだんだん駄菓子屋もなくなりましたね。そうですね。私は学校の前に必ずね、はい、糸引き飴やらそういうありました、ありました。あと文房具とね、こうやって小学生が、はい、もう今文房具もね、コンビニとか、ああそうか、スーパーで売ってますしね。寂しいな。だけど学校指定のノートが大体ね。ああ、そうか、そうか。学習帳ですね。ああ、そうですよね。兄貴買いましたか？いや、まあ買ってる、買ってるよ。でココアシガレットとかね、懐かしいですよ。そうです、そうです。子供のものがよく飲んでいる。ああ、じゃあ自分のも買ってる。自分のはね。まずは。お父さんの方がね。懐かしい。お父さんの方がなかなか、それはあんまりね。こういうね、もう持って帰ったんだよ。カルパス。あ、カルパスね。はいはい。持ってくるメジャーとかで。ああ、はいはい。ああ。さくらんぼ、これも懐かしい。うん。さくらんぼ。だから駄菓子もね、うまい棒も10円だったら、年がりしますよね。ああ、そうだね。15円にびっくりしますもん。ついていけませんね。今時代でね、片付けちゃダメなことですよね。そうです、うん、いや僕なんかあの友人のおばあちゃんがね、駄菓子屋やってて、はい、で小学生の時に、万引きする子がいるんですよね、たまにね。まあ、でそのおばあちゃんが僕に教えてくれたんが、はい、その消しゴム1個取られるとね、10個売らんと元が取れないのよって、はい、それを学校で言ってくれって言われて、僕は代表で言ったんですよ。そう、そしたら万引きがなくなったんですよ。あ、そうなんですか。だからそんなに1個5円とかでやってくれたんかと思うとね、しみりしてるけど、ガキさんまだですか。いや、とりあえず子供のは終わり。いや、分かってる。俺が文房具は万引き多いですね。あ、やっぱそう、あ、やっぱそうね。3円とか高いね。うん、やっぱいるんやな。じゃあ文房具買いますわ。お、文房具買って文房具買って、いっぱい買っても予算せんですよ。うん。うん、あ、茨城で使う文房具買ってくださいよ。ジェットストリーム書きやすいよ。仕事で使うんですよ。仕事で使うんですか。仕事で使うよ。もう自分経費で買えよ。人に怒ってもらうで。ボールペンだけあれ。うん。使ってください、使ってください。ジッピア。あ、そうか。そうなんですか。そうなんです。アスクで頼んでくれないですか。へえー。はい。はい、じゃあ買ってまいりましたということでね、公園に来たんですけども。はい、まあ、1個ずつ駄菓子をね、ご紹介ください。まずこれは、ねるねるねるね、懐かしい。懐かしいね。超懐かしいな。はい。子供が好きなはずやから、あ、ほんますか。今はもう、うん、流行りの、うん、グミ、グミエッグね。グミ関係。ああ、かき氷、グミ。グミなんやね、飴じゃないんね。グミ。これも、そうか、カメカメ、そうですね。これもね。懐かしい。懐かしい。けど、割と新型行きましたね、娘さんのはね。そうやね。はい、でお父ちゃんは
これはザーマスク、ね、そうですね、これですね、うん、ビッグカツ、僕は定番。ちょっと待て、ほぼ新しいぞこれあのコーラの飴と買ってないじゃないですか。ちょっと視聴者見てください、これペン凍ったんですよ、ジェットストリーム、うん、ジェットストリームね、うん、それ、うん、このまま結構ね、はい、あ小さい駄菓子系のものってあの学童、はい、でもらってくるのよね。ああそうか、うん、だから日頃買えないものを買わせていただいて、買わせていただいて、はい、でちなみにあのお父さんと娘さん合わせて1000円だよねって話で、うん、合計金額なんぼでしたっけ。1000円確かやった、ジャストちゃうわ自分でびっくりしとったんや1628円でした。皆さんどんだけアホなんですか、バリバリオーバーしてるじゃないさすがね、大人と見せかけて子供のガッキーの兄貴ですけども、うん、そのペン1本がね、うん、400円超えやったね。でもいいもん買えましたね、なかなかね、はい、この色はないから。あ、ほんまや、うん、他者との差別化においては、うん、あ素晴らしい、うん、はい、非常に使いやすい。ええこと言ってますけど、まあほぼあの駄菓子から脱線した上にあの1円オーバーしたら1万円払えよって言ったから、うん、だから628万円の赤字になりますけど大丈夫ですかそんなに外す人珍しいですよぴったりいくんかと思ったよね、うん、はい、まあそれ置いといて、じゃ あ, あのビッグカツがちょっとつまんでくださいよ。そうだね、これこそね我々昭和のお菓子なんでね、うん、変わらんの、はい、うん、値段は変わりましたけどね、40何ぼか、うん、ありがとうございます。いただきましょう、皆さんね、懐かしい。じゃあガキのね食べてるシーンだけ撮って、お味の方は、うん、変わらんね、変わらんねはい、というわけですね、あの実は先ほどのお店ね、あの店主さんも非常に優しくてね、うん、はい、昭和47年からやっておられます。お店の名前何ですか。ふみやふみやさんですね、うん、はい、あの高槻市の、北清水小学校、そうや、ね、正面の玄関にありますので、よかったら皆さんお越しください、うん、それでは失礼します、バーイ。ザーマスチャンネル。普通その1600円もオーバーするってそんなクイズ番組ないですよいるそんなセンスのない何がおもろいねんっていうぐらい間違えましたねおもろいいやいやいや、そもそも論ですけど、うん、あの予算を無視したでしょボールペンが欲しかったっていうだけで、ね、ちょっと離れてください、せっかくあのオフショットで、うん、そうなん、ひでえやつやなと思って。でも、いや、見てよ、半分やって、ほんまに半分か、これ。いや、ちょうどそれぐらい。あ、すごいな、うん、これ何センチ。え、メスンポーで、これメスンポーでメジャーで測らずあ、メジャーで、まあ、60ミリぐらいかな63ぐらいか、うん、いただきます。うまいね。これハーレーに積んで持って帰ってください。工具箱に入るギリギリのライン、ギリギリやね、うん、これ以上やったもん、多分つまらん。次元ゴミを持って帰るね、これ大事ですね。うん、そうだね。で、ガキさんの小学校時代って駄菓子屋行きました。そうだね、近くに、うん、まあその時はちょうど小学校の時は、うん、ハイチっていうかね、コーナーみたいなことを住んでて、うん、その近くに、はい、まあ、何買ってたんですか。何買ってたのね、うん、まあそれでもほんま、うん、何か、あー、よっちゃんかね、定番、定番、うん、よっちゃんかと、あ、見らないのか、すげえ40年前、あのおにぎりせんべいとか、うん、あとマヨネーズつけて食べるたこ焼きせんべいとかお好み焼きせんべい知らないですか。いや、たこせんは分かるね、はい、だからたこせん、今ならなんかすごいたこ焼きなんか乗っけて、うん、ソース塗ってみたいな、うん、だけど今、本当もう昔はもうせんべい自体にソース塗って、うん、青のり振ってみたいな、はい、そうで食べてたよね。あれ、ここを、あ、売ってました、こう開けて、あスルメみたいなんとか、はい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 、ビッグカットもあれ、写真探してましたもんね。そうだね、ビッグカットとかね、うん、まあ、そんなね、昭和のいい時代なんですけどね、これ集めていきましょうか。そうだね、はい、あと、あれ、628万振り込みよろしくお願いします。いえ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 